薄着になる夏場は痴漢の被害が増えることから、東京足立区ではボランティアらが痴漢撲滅のため、被害を目撃したらすぐに110番通報するよう呼びかけました。こんにちは、痴漢撲滅キャンペーンをしております。気をつけてくださいね。4日、足立区の東武鉄道竹ノ塚駅では、警視庁竹ノ塚警察署の警察官と地元のボランティアなどおよそ20人が痴漢撲滅のチラシを配り、被害に遭わないよう呼びかけました。警視庁によりますと、気温が上がり薄着になる夏場は痴漢の被害が増え、特に駅や電車内での被害が全体の7割を占めるということです。警視庁は女性に対して、扉付近など混雑する場所を避け、女性専用車両の利用を呼びかけていて、男性にも痴漢の被害を目撃したらすぐに通報するよう協力を求めています。